ありがとうございました。シェイシェイ。私10月6日でお誕生日を迎えまして、一つ年を重ねました。今回は私 ZEP のイベントの時にみんなからお誕生日プレゼントをもらったので、それを今回は開封していきたいと思います。キュン。お誕生日プレゼントをもらう時のこの気分っていくつになっても嬉しいものですね。このプレゼントを開ける時のワクワク、色とりどりのお袋、本当にこのお袋さんたちが可愛くて、中に何が入っているでしょうか。それでは開けていきましょう。バキュン。それでは皆さんも歌ってください。ハッピーバースデーギーヨー。わー、まずは一本満足フィナンシェ。これは何？可愛い。じゃじゃーん。お顔の形のキッチンツールセット。ちょうど引っ越ししてキッチンセットがなかったの、嬉しい。バスソルトのユズのお風呂。私の大好きなマスク。リップでした。すごい、全部色が違ってめっちゃ嬉しい。ありがとう。入浴剤。お菓子。ラッシュ。ピアス。ルルルの入浴剤だ。入浴剤。蒸気でホットアイマスク。パック。またまた。蒸気でホットアイマスク。お箸。ハロウィンお菓子。氷こんにゃくスペンジ、スポンジ。こんにゃくのスポンジ。こんにゃくマンナー 100% の洗顔用スポンジ。なにこれ、こんにゃく 100% でできたスポンジってもうスポンジじゃないよね。こんにゃくだよね。食べれるってこと。ハンドクリーム、スキンクラブ。かわいい。アクセサリー。これは、このお袋さんは、硬い、硬い。いい匂いがする。わぁ、ラッシュ、スクラブ、セット。嬉しい。ムーミン、シリコンリット。お菓子。わぁ、タオル、パック、嬉しい。お菓子、なんだろう、なんだろうな。ほかほかの靴下。360度口。ホット見えマックス、ホット見えマスク。穴が開いてるのめっちゃ便利。やば、嬉しい。名刺入れもらっちゃった。パック、いくつあっても嬉しい。パック360度ミニ串。ちっちゃい串は持ち歩くね。ブラッシングだけで髪サラサラ。なになに、何これ。また開けます。ありがとう。バスソルト、わーい。バスソルトいっぱい。こんなのあるんだ。蒸しタオルみたいな。メフリズムの蒸気でグッドナイト。ありがとう。お札どき。アルバム作ってくれてる。わびさびって書いてある。日本の心、わびさび。わ、バスソルトと体洗うウォッシングタオルとタオルもついてる。ありがとう。バキュン。みんな本当にありがとう。私は嬉しいよ。みんなのおかげですごく素敵なハッピーバースデーを過ごすことができました。いくつあっても嬉しい、そんなものばかりです。本当に最近みんなからもらったもので生きてるなって思ってて、毎日バスソルトとかパックとかもしながらみんなを感じてるのね。だから本当に感激。みんな、私は嬉しいです。みんなからもらったもので私はもっともっと生きる。私は生きるよ。なんか私が好きなものみんなよく知ってるなって思うわけね。私のことよく見てくれてるんだなって思うようなラインナップ、本当にすごい愛を感じる。みんなママみたいな感じ。そこでな、私はこれだけ気になるんだ。すげえやべえものが送られてきたんだ。すげえすげえやべえものが入ってた。それがこれです。なんだこれは。これはなんだ。氷こんにゃくスポンジ。そう、さっき言ったやつ。こんにゃくマンナー 100% の洗顔用スポンジ。こんにゃくだよ、スポンジじゃないよね。これ一回ちょっと膨らましてみていい？バキュン。洗濯機が回ってる中失礼いたします。どういうことだろう。こりゃやばそうだぞ。やべえものが送られてきた。やべえ。こりゃなんだ、硬い。これ水でふやかします。ポカポカ浮かんでる。ポカポカ柔らかくなってきたよ。超柔らかくなった。クラゲみたい。これでこうやってこうやってこうやるんだ。優しく撫でるんだって、お顔も。なんとなくだかわかんねえけど、なんだかズベズベに感じるな。なんだか楽しいな。ほらサランラップして冷蔵庫に入れておくぞ。バキュン。みんなからもらったやつで、あたしゃお肌スベスベになるし、口なんかも入ってるから髪の毛もサラサラになるな。あと最近私なんかコメントで痩せてきた言われとるから、お菓子なんかもいただいてふっくらさせようかな。そして何よりリラックスグッズいただきましたから、バスソルトなんかも入れて毎日リラックスさせてもらおうかな。編集なんかしてたらな、肩がやられるんだな。
ガチガチになってしまうけん、こがったまますげえ嬉しいよ。よう、わかってくれとるな。私の趣味が、これ、毎日のように、これ使おう、これ使おう、言うてたら、2ヶ月ぐらい毎日楽しめんじゃねえが、みんなのおかげだな。普段は、プレゼントだったり、贈り物のお届け先が、ねえ、でかす。だから、こうイベントの時とかにいただけるっていうのは、すごい新鮮な気持ちで嬉しいんだな。普段ないことだからよ。次、高ぶってもで、今日は動画撮ってまたな。みんなへの感謝の気持ちが、すげえ満腹だ。満腹だ。それでは、皆さんまた一つ、年を重ねてバーバーになってもうだけど、これからもどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ、次の動画も見てのー。バキュン。